ちは。朝中央薬局に勤務しています、井原直樹です。年齢は27歳です。住所は阿蘇市郷中です。仕事の内容は主に調剤と最近は患者様へのお薬の渡し、服薬指導をさせていただいています。仕事で日頃から心がけていることは、何よりも患者様を第一に正確に流せずに効率の高い情報サービスを提供することです。趣味は映画鑑賞です。好きな言葉はスローアームスタディリンクザレール。今までも着実な人が勝負には勝つです。好きな女性のタイプは明るくて話しやすいタイプです。阿蘇市の好きなところは自然や温泉がたくさんあるところです。阿蘇市への要望は公共交通の充実と携帯の電波をもう少し増やしてほしいというところです。阿蘇中央薬局は市内唯一の公立病院である阿蘇中央病院の前にあり、主に外来調剤を中心に特別養護老人ホームの施設入所者の調剤や相談を受けたまっております。薬のことだけでなく、市民の皆様が気軽に立ち寄っていただけるような薬局を目指し、スタッフ一同を取り組んでおります。ぜひ一度お立ち寄りください。よろしくお願いします。